アシダカグモは、アシダカグモ科に属するクモの一種。イエグモ、ヤツデコブやテコ、ヤツネコブ、ヤクブなど、複数の呼び名が存在する。徘徊性で、網を張らずにゴキブリなどの獲物を待ち伏せ、目の前に来た獲物を捕食する。日本に生息する徘徊性のクモとしては、最大種で、人家に生息する大型のクモとしてよく知られている。家屋内では不快害虫とされる一方、 ゴキブリなど家の中の衛生害虫を食べる天敵でもある。体長はメスで20から30ミリメートルオスでは10から25ミリメートルで左右のふ足を伸ばすと約100ミリメートル程度になる。オスはメスより少し体が小さくやや細身でそれにフレシの先が膨らんでいる。全体にやや扁平で長いふ足を左右に大きく広げる。ふ足の配置は いわゆる横光性で、全三脚が前を向き、最後の一脚もあまり後ろを向いていない。ふわしの長さにはそれほど差がない。体色は、肺褐色で、多少まだらの模様がある。また、メスでは、東京部の前縁、目列の前に白い帯があり、オスでは、東京部の後半部分に黒っぽい反紋がある。原産地は、インドと考えられるが、全世界の熱帯、亜熱帯。 本体に広く分布している。外来種で元来日本には生息していなかったが、1878年に長崎県で初めて報告された。日本への流入に関しては、輸入果物などに紛れ込んできた江戸時代にゴキブリ駆除のために人為的に輸入したとも言われている。日本には福島県以南の本州、四国、九州地方に生息し、冬季に 着雪のある北海道、東北、石川県以北で確認された例はないとされるが、局地的に生息している場合がある。主要な餌動物となっているゴキブリの勢力を追いかける形で、交通機関などでの人為分布が進んでいると考えられるほか、気温条件や小雲の空中分散も分布拡大に影響していると思われる。ただし、よく似た。 小足高雲類とのご同定も報告されている。メスイ中都市の建造物の内外に生息するが、南西諸島、小笠原諸島では、森林内に生息する小型の個体からなる、個体群がある。夜行性で、日中は、物陰などに潜み、夜になると隠れた場所から入れる。そして、天井、障子、壁などで足を広げて静止し、接近してきた昆虫を捕食する。 寿命は3年以上と長く、飼育下では8から10年にわたり、生きた記録もある。足高雲グモ族は世界に180種がある。日本には、この種を含めて3種のみが知られるが、他の2種はごく分布の限られたものばかりである。日本には、森林の落ち葉や枯れ木の下にもよく似た雲がいるが、これは、小足高雲グモといって別種である。この種は以前は、 同族とされていたが、現在は別族とされている。ただしその判別は生殖期の特徴により、外部形態ではほとんど差がない。判別としては、足高雲よりやや小柄で足が短く、体色が濃い褐色である点が異なるが、非常によく似ていて紛らわしい。本州から九州まで分布し、中国からも記録がある。小足高雲は、 野外の自然環境の保たれた場所に生息し、室内製の足高雲とは住み分けているようであるが、稀に室内や建物内で発見されることがあり、蒸気のように誤認されたと思われる例もある。なお、小足高雲族にはさらに別種があり、琉球列島には地域ごとの別種がいるほか、近縁の別族代わり足高雲族の種も発見されている。 卵脳を抱えているメス生中日本に生息するメスの産卵期は5月から8月頃である。母蜘蛛は平均300個程度の卵を糸で包んで円盤形の卵脳を形成し、これを触れし、牙、第三脚で抱えて持ち歩く。その間、孵化した幼体は卵脳内で一回脱皮する。母蜘蛛は卵脳から幼体が出てくる直前。 幼体の入った乱納を糸で壁面に固定する。小雲は7から10日後に出露して、風通しの良い場所へ移動、腹部から糸を出し、風に乗って糸と共に飛散する。メスは10回、オスは9回の脱皮を経て、約2年で成虫になる。孵化した小雲は、しばらく乱納の周りの壁にたむろしているが、これを発見した人などが手を加えると次の瞬間に、 子モたちはそこら中へと走り出す。その不気味な姿から、不快害虫とみなされ、人家内に出現する特助の対象とされることが多い。しかし人間への攻撃性はなく、網で家屋を汚せなどの実害もない。コオロギを捕食する、アシダカグモ一方で、人家内外に住む、ゴキブリハエなどの衛生害虫を捕食してくれる、液虫である。また、ゴキブリを食べている、 最中の本種に実験的に他のゴキブリを与えると、接触していた餌を置いて新たな獲物を捕食しようとする習性があるため、その捕食効率はかなり高いと推定される。ただし本種はテリトリーを持ち、一室に一個体しか生息しないため、ゴキブリ類の決定的な点滴とはなり得ないとされる。雲が捕食対象へ注入する消化液には強い殺菌能力があり、 また自身の足なども、この消化液で手入れを行う。それは、足高雲も同様であり、食物の上などを廃回ることもないため、カイや獲物の食べ柄が病原体媒介などに、繋がる、可能性は低い。駆除には、ゴキブリ用エアゾールが有効だが、ヤストミカズオ、ウメタニコンには、本種やハエトリグモなど、クモ類の多くは、屋内外虫を捕食する有益な天敵であるため、 むしろ保護すべき小動物、本種は屋内製のクモ類の中では最も保護すべき種類と指摘している。また、斉藤慎一郎もゴキブリを駆除するために殺虫剤を撒いてクモまで殺すのは愚かだ。本種や大姫グモは駆除しなければ彼らが適当にゴキブリを食べてくれると指摘している。宮古島では家に住む足高グモを鎮朝する風習があるほか 入り表島では本種を家雲と呼び、乱納を潰して、腫れ物の吸い出し薬に用いる風習もあった。一方、石垣島では、薬部はハブと同じくらい強い毒を持っているから、見つけたら殺せと伝承されている。ありがとうございます。